ビデオダイアリー、r d ビデオ日誌、2023年4月23日、林宏です。おはようございます、まあ。世界情勢がですね、さらに混沌としてきたということではないでしょうか。 世界中至るところで紛争紛争また紛争ということでですねつまり世界情勢が混乱状態になっているあるいは陥りつつあるということではないでしょうかが過去の混沌状態と比べてですねこれから起こり得る混沌状態というのはですね人類の 命運を左右する、決める、まあ、極めて深刻かつ重要な問題ということになるのではないでしょうか。というようなね、第三者的な目で物を言うのは、率直に言えば疲れます。が、しかし、私はそう感じています。どうしてか、という理由の第一は、要するに、情報革命。 それはそれとしてその前向きに評価すべきことなのかもしれませんけども動きがとにかく早いですね。と同時に何度も言ってますように人間はですねとうとうと言いますかついにと言いますか全世界でですねの人たちがですね大量破壊兵器すなわち核兵器あるいは生物兵器化学兵器など まあもちろん爆弾も大型化してますし、まあ、いわゆる武器もですね極めて高度に進歩しているわけですそういう中にあってですね例えば戦争が起きたような場合にです、ね、過,去は過去においてはですねそういうこと1年かかって2年かかってというような問題がですねつまりそれが1か月2か月になりさらには1週間2週間になりさらには ということで、先ほど言いましたようにです、ね、まあ、情報、情報がです、ね、瞬時、瞬時につながってきますから、一瞬、二瞬の間にです、ねまあ、命運が決まってしまうという状況にある。と同時に、兵、ま、器、あ、が兵器ですから、瞬時に、まあ、そのおびただしい数の人がです、ね、犠牲になるということも考えられるというよりも、もうその一歩手前に来ているということではないでしょうかね。まあ、今がそういうい状況ま ということになっているわけですけどもまあ隣のねある国がですねまあいよいよ核兵器を使うぞ使うぞって落としてますよねそれにこうしてまあ何て言いますかじゃあ私たちも核兵器を持つんだという機運がですね高まりつつあるということなんですよねで日本はというとまあ私たちが今よく知っているわけですけどもまあどこか平和ボケしてしまっていてですね 何もしなければ何もされないんだという、まあ、そういうような、まあ、その甘いというか甘いに、まあ、そのどっぷりと使ったようなですも、ね、のの考え方というものが定着しているわけです。もちろんこの日本とて安全ではないなかったということになるわけですね。一説によるとロシアはですね今回ウクライナを攻める前にあたってですね日本を攻めるか。 あるいはウクライナを攻めるかという、まあ、選択の問題に迫られていたという話も伝わってきています。と、ま、も、あ、かくもですね、まあ、今の世界情勢を見るとですね、まあ、混沌としてきているということです。何故にくまで、こうまでですね混沌としていたかという理由よりもですね、ではどうすればよいかということをですね、き、まあ、今日は朝一番に考えてみることにしました。 つまり私たち人間はですね、今私たちが人間がですね、運命として向かうべきですね、つまり指針方向性目的をですね、見失ってしまっているんじゃないかと私、林宏は考えています。どこ行ったらいいんだ何をしたらいいんだということなんですね。そういうその目標目的のようなものをですね、もっと言えば人間がこれから目指すべき運命というものについてですね、 まあそれを運命論、人間運命論というならばですね、その運命というものをです、ね、考えないで、ただ、何て言いますかね、その場その場、いわゆるしのぎその場しのぎ的にですね、まあ、そのうおさをしているに過ぎないんじゃないかと私は考えています。つまり、どう私たち自身をですね、立て直していくかという問題へとつながっていくわけです。まあ、はっきり言えば ドタ,バタボタドタバタしているだけで、ですねああ、あれが問題が起きたらさあどうしよう、ああ、ここでも問題が起きたらどうしよう、ああ、なんだなんだ、わけわからないぞ、どこ行けばいいんだ、何をすればいいんだ、あっもこう,こう紛争が起きてきた、さあ大変だ大変だ、うわあ、大変だ大変だって言って、騒ぎまくっているだけ、これは日本人だけの問題ではなくて、ですね世界中がそういうケイオス、混沌状態に入っ,て入っているんじゃないかと私は考えています。何ににどううしてかてかとといこなってくるわけですね つまり私たち人間がですね目指すべき運命というものをですね定めないまま,まあ自己中心的、国家中心的、あるいはさらに言えば人間中心的にですねものを考えてその中で目先のさらにはもっともっと近い目先のさらにもっと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 近い目先の利益だけを優先させてですねそしてまあ例えばまあその 戦争などを考えているわけですね、まあ、大変不謹慎なことだろうと思うんですけども、一部の人たちはですね、戦争があれば金が儲かるということをまあ考えているような人も多いみたいですね。例えば、株価の変動を見ていてもですね、まあ、例えば武器関連の株が上がるとかね、そういう形で具体的に現れてきているわけですけども、そういう人たちにとっては、戦争イコールまあ善ということになっていくのかななんていうのも、まあ、 考考ええすすぎなかももししれれまませんけけども考えてしまうわけです、まあ、そういう形でですね、つまり、右往左往しているということではないでしょうか。となると、私たちはここで今、足を一歩踏みとどまってですね、では、どこへ向かうべきなのか、そのために、先ほど言いましたように、私たちが生きている目的、意味、意義、そしてその先ですよね、はどこへ行くのかというようなね、先を定める。つまり、それをですね、定めて、 そしてそれが向かうべき運命なんだということをですね、心の中で、あるいは思想面においても哲学面においてもですね、理念面においてもですね、まあ定着させる、考えていく、あるいは熟成さ,てさせていく、いわゆる形として、まあ、まあ、いわゆる形として立ち上げていくということはですね、今こそ私たち人間に求められているのではないでしょうか。で、話をですね、私はその別に宗教家ではありませんし、宗教を起こそうとしているわけでもありませんし、また、 いわゆる信仰的に、まあ、例えばそういうことを言う人間の立場ではないという立場をですね、最初に明確にしながらですね、こんなことを考えています。つまりですね、そうした混沌状態になりうる、なりえ、まあ、実際になったわけですけれども、なりうる人間の弱さ、弱点、盲点、まあ、いろいろ考えられると思いますけれども、いわゆる脳みその構造的な欠陥、限界といってもいわけですけれども、そういうものをですね、おそらく、おそらく、 まあ人間を指導していた、いる神はですね、見抜いていたんじゃないかと思います。ですから、宗教というものをですね、人間に与えて、人間に教えて、そしてその宗教を通して、人間というもののですね、欠陥をですね、欠点をですね、DNA 的な欠落部分をですね、補おうとしたんじゃないかと私は考えています。実際にこの宗教があったおかげでですね、私たち過去を振り返ってみてもですね、 ある程度の幅はあったと思いますが、しかし、その幅を、いわゆる飛び越えてです、ね、私たちはその範囲の中で、まあ、生きてきた、生きているということになっているのではないでしょうかね。それこそ前にも言いましたようにです、ね、例えば、マフィアの親分のような親分、ゴッドファーザーでもです、ね、ゴッドファーザーと呼ばれているようにです、ね、どこかで神とのつながりを、まあ、接点を持ちながらです、ね、かろうじて現在に来ている。 ててきた生き,てきたたとということにもなるわけです、まあ、過去を振り返ってみるとです、ね、例えば、まあ、私のこれは私の印象なのかもしれませんけども、まあ、この2000年間というものを見てもですね、いわゆるイエス・キリストの考え方ですね、の考え方というのです、ね、ものがですね、もう日本日本じゃ世界のです、ね、人間のついごめんなさいね、日本と言ってしまうんですけども、世界の歴史の中にしっかりと 根ざしていると言いますかね根を、根を深く張っているということをですね、随所で感じますね。それは、まあ、無神論の人も、まあ、有神論の人も関係なくですね、つまり私たちのこの人間の歴史というものの中にですね、いわゆる神の教え、信情いわゆる私たちへの,の指導というものがですね、至るところで、つまりしっかりと根付いているのを私は知るわけです。 それは調べるほど、調べれば調べるほどそうであるから、もうどうしようもないですね。例えば現在に、今でも、ですね、この日本においては、ですね、これは日本です、例えば神社、仏閣、まあ、お寺さんというのがあるわけですけれども、そうしたその場面を通して、ですね、私たちは常に上の人、スペリア、すなわち神とです、ね、神の人とですね、密接に結びついてきているということを、その都度知るわけです。 ところがですね、まあ皆さんご存知と言いますか、私も感じているようにですね、その上の人の、いわゆる人間の上位にあってですね、人間を主張してきた、あるいは人間が恐れ、まあ勝手に人間側が上の人というふうに、まあ位置付けただけなのかもしれませんけれども、上の人の、まあその支配によってですね、いわゆる思想的、心情的ね、いわゆる哲学的、理念的な支配によってですね、私たちは軽労して道を 踏み外さないでね、現代まで来ていたという面があるということがですね、まあ私は自分のですね、研究を通して、ますます強く感じます、感じています。まあ、至るところにつまり、例えばイエス・キリストにしてもですね、痕跡が残っているということですね、現在も残っているわけです。今も残っています。私たちの心のどこかにやはり残っているわけですね。その残っている部分は何かというとですね、結局は永遠の真善美。 日本的に言えばですね、絶対的な真善美ということになるわけです。これだけはもう人間が踏み外しちゃいけない真実なんだ。忘れちゃいけない真実なんだという真実。それからこれだけは人間が絶対に見失ってはいけないんだという善ですね。はい。そして人間は常にあくことなく、まあ、美ですよね。 真実であり、善であるものは美しいわけですけれども、その美を求めて、私たちはこの2000年という歴史の中で、ごめいてきたということになるわけです。その代表的なものが音楽であり、絵画であり、芸術ということになっていくわけです。あつまり、音楽であり、絵画であり、芸術であるにせよですね、例えばその芸術の中には、戯曲も含まれると思います。詩、あるいは哲学も含まれると思います。思想も含まれると思います。そういうものを求めてきた。つまり、永遠の真善美。 絶対的な善美を求めてきた。例えば音楽など分かりやすいと思いますけれども例えばベートーベン、モーツァルトにしてもですねそれ以前のハイドン・バッハにしてもですよ、常にま、わる私たちはですね求求めめて、求めしてしやまない、 遠くに遠くにある星に向かってですね、まあ、美を求めてきたということですね。分かりやすく言えば、ここでまた神という言葉が出てきますけれども、神を対象として私たちは前に前に進んできたわけです。その心がですね、純粋な心がですね、今にまあ残っているということになるわけです。ところがですね、その宗教、まあ、全体を総称してですね、宗教心ということになるわけですけれども、その宗教心もですね、 どこかおぼつかなくなってきた、心もとなくなってきた、あるいはま頼りなくなってきたということですね。私が浜松へ来た、今から50年住むようになった52、3年前にはですね、まあ、当時、浜松市内のアパートに住んでいたんですけども、アパートというのは曲がりに曲がりをして住んでいたわけですけども、春の彼岸へ、秋の彼岸へになりますとね、浜松駅前からその鴨江寺というのがあるわけですけども、その道はですね、もういわゆる全南全長で、 いいっぱいでしぞろぞろぞろごったごたごたごたと人が歩いていました、行き交う人々ですれ違っていたわけですけれどもね、そして大通りから鴨江までの、まあ、数百メートルの距離ですけれども、まあ、道路はですね封鎖されて、その道路脇には屋台がずらーっと並んで,です、ね、それは逃げわったものです、そして皆さんがです、ね、いわゆる鴨江寺、詣でをしてです、ね、そしてということをまあ儀式としてしたわけです。 もちろん、大晦日の日にはですね、やはりぞろ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 と人の列ができていたものです。ところが昨今、もうここ10年ですよね、もうほとんど、まあ、鴨居寺モーデというのも、まあ、久練に廃れて、今ではですね、境内の中で敵屋さんといいますかね、まあ、いわゆる、まあ、出店屋さんがですね、それがまあ、10軒、15軒、まあ、さらに減ってきているわけですよね。そして、そこをモーデル人たちもちらほら、 ちらほら、ほらって感じですよね。そして、初、ま、詣、あのことは、近所に住む私の義兄がいますから、その義兄の話をするとですね、除夜の鐘が鳴る頃になると、通りをですね、すぐ,すぐその近くに住んでいらっしゃるんですけどもね、歩いて、まあ、歩いてというよりも100メートルも離れてないところに住んでいらっしゃるわけですけども、鴨も田だからですね、まあ、従の鐘が鳴る時刻になってもですね、通りを歩く人たちのまばらな まばらな足音が時々パタパタパタ、パタパタパタと聞こえる程度なんですよということになってしまっているわけです。つまり私たちの心の中からですね、まあ、いわゆる神の存在。 それは別に私が言う宗教的な神ではなくてですね、上の人、シュピプレや私たちが異形の念を持って、異府の念を持って、崇め立てまつる、その絶対的な神前美、いわゆる永遠の神前美を象徴する神の存在というものがですね、薄れてきてしまっているわけです。その代わり何をしているかというとですね、輸入物の,のですね、輸入物ですよ、ハロウィンであるとか、バレンタインデーであるとか、まあ、どこかわけのわからない祭りがですね、日本では まあ世界的な傾向なのかもしれませんけれども、日本では大手を振って歩いている、そしてドンチャンサぎニ、大騒ぎをするという形でですね、どこか外来種のです、ね、通俗文化、通俗価値、まあ、通俗価値という言い方も問題がありますけれども、そうしたものに特されてです、ね、何かしらもっと大切なものを。 ただ祭りが移り変わったというだけの,もの問題ではなくて、ですね何かしら人間の心、日本人の心から、日本人の心イコール、これは世界的な傾向と考えていいわけですけれども、がですね薄れていくような私は印象を持っています。というか、現実にそうなってきているということですね。これをどう捉えるかですけれども、つまりはその根底にある、ですね私たちがいわゆる 上の人、あるいは畏敬の念、畏譜の念、あるいは尊敬の念を持ってあがみ立てまつる、そうした人たちの存在というものをですね、ないがしろにしてきているんじゃないかということになるわけです。またそれはですね、大変人間全体にとってもですね、危険なことだということになだと思います。まあ、遠い昔にはですね、太陽がに東から上り、西に沈む。その まあ、その不可思議な、まあ、人間にとってはですね、不可思議で、どうしようもない、理解しがたい。その現象を見ながらですね。人間はおそらく、その太陽月に対してですね。まあ、まさに、私の人知を超えた。まあ、その、なんて言いますか。先ほど言いました、畏敬畏怖。まあ、尊敬の念を持ってですね。お天道様という形で、まあ、その神、太陽信仰というのが始まったということも考えられるわけですよね。ですから、私がまた子供の頃にはですね、祖父、祖母からですね、何か。 まあね、道,に道から外れたことをするとですね、お天道様見てるぞってな感じの言葉がまだ残ってましたね。つまり、太陽が見てるから恥ずかしいことはするなよっていう感じで私たちを、まあ、私たちのね、どこ,どこか無謀に、無謀っていいますかね、状況を逸した、まあ、 ことをしようしそうになるとですね。そういう形で戒められたということです。まその働きをしていたのが、まあ私は宗教だと思います。それは否定しません。また心の拠り所あるいは病気になってもですね。例えばどこへ行けばいいんだ。どうすればいいんだということで救いを求めてあるいはね。人生のどん底に叩き落とされてですね。もうどうしたらいいんだ。私はもう死ぬしかないんだっていうのは状況に置かれてもですね。やはりそこでそういう場面においてもですね。一歩踏みとどまってですね。そうであってはいけないんだって。 でそのの踏みとどまらせててくださっていたのがですねつまりは、くださってって難しいですけれどもくで、していたのが、そういうふうに機能していたのが、ですね私は宗教だと考えています。その宗教あるがゆえに、ね、それこそゴッドファーザーでもですね、ゴッドファーザーなんですね、名付けの親なんですよね、教会でね、洗礼を受けるときに、まあ、名前を授けるは。 まあ、型をですね。ゴッドファーザーと呼んだわけです。まあ、マフィアの大公文でもゴッドファーザーになり得るなっ,な,なっていたという枠の中でですね。私たちは、まあしまそれから踏み出すことなく、現代にまでまあ、人間全体のですね。命を受け継いできたということになるわけです。で ところが、今ではですね、その宗教そのものをですね、まあ、科学、科学、万能主義の中でですね、つまりは、まあ、つまりは太陽だって、地球は回っているからだとか、太陽がね、どうのこうのとかでは、ね、なんとか現象で光と熱を発しているだけだとかってことまで解明してきた。それはある意味で人間が目指すべき一つの運命だったかもしれませんけれども、しかし同時にですね、私たちがなすべきもう一つの宿命的な運命、つまりやるべきことをですね、やらなかった。 それはですね、つまり私たちが、つまりは求めて求めしてもらない、絶対的な真善美、永遠の真善美を求める、それを求めていくのがですね、人間が目指すべき運命だという、その哲学の構築というものをですね、しなかった、してこなかった、今もしていないというようなところからですね、つまりは頭だけがやたらと良くなってしまってですね、つまり宙ぶらりンになってしまっているのではないかと考えています。つまり神の否定 というところからですね、一気に宗教の否定というところに進んでしまってですね、そして私たちが、そのいわゆる畏敬の念として自然を見て宇宙を見るという、つまりはその、なって言いますか、控えめな、謙虚な気持ちそのものをですね、私たち自身、人間がですね、見失ってしまったんじゃないかと思います。今がその状,況状態だと思います。ですから、例えば UFO 問題にしてもですね、何かしら神と切り離してしまってですね、UFO だ、UFO だ、宇宙人だ、宇宙人だ,宙人だって。 ことは言うかもしれませんけども、では、その宇宙人とは何かということになってきますと、人間とは変わらないんだ、人間と同じなんだ、私たち,同じ的同じ私たち人間だって、同程度の知,、ね、知的能力を持ってるんだ、同時に精神性も同じように高いんだという形で、まあ、つまりはうぬぼれてしまっているわけですよね。 まあそういうい映画にも代表されるように、つまりまあ宇宙に出てもですね戦争、戦争、戦うんだ、戦うんだ、革命軍だ、反乱軍だということをやるわけです。まあ、地球、この人間が作る映画を見ていると分かりますよね。例えば、ロサンゼルス空中戦にしても、ですねあるいはインディペンデンス・デイにしてもです、ね、でさまざまな映画が 制作されてますけども結局は人間が勝つんだっていう、まあ、それでないと映画はできませんけどもね、まあ、しかし、そういう形で,です、ね、精神性もね、まあ、いわゆる技術的な面においても、さらに言えば文化性においてもです、ね、私たち人間はですね、とうとう宇宙人と対等になったんだという錯覚を起こさせているわけです。ですから、昨今のです、ね、科学者自身も言ってますよね、月には資源がある、火星には資源が保、資源は火星は資源の宝庫である、それゆえに、月探査、火星探査をするところにこと に意味があるんだ意義があるんだという形でどこか地球 人中心的なものの考え方ですねそそれこそまさに地球人を中心に考える自己中心性そのものでしかないということになるわけです。つまり宇宙にはすでに先住者がいるということをですね、すっかり忘れてしまってですね、その先住者は人間が今歩んでいる道をですね、数万年前に、数十万年前、ひょっとしたら数億年前にすでに歩いているわけですけれども、そういったことを見失ってしまってですね、つまり今私たちは対等である、いわゆる平等かもしれませんけれども、対等じゃないですよね。その 私の部屋の中を飛び回った6畳目の奇跡に見せていただいたですね、あの UFO になるものを見ていただければ、私は皆さんにも納得していただけると思います。つまり、私が言いたいことはですね、私の部屋の中を飛び回った6畳目の奇跡あの中でまあ撮影されていた UFO はですね、人事、この人間のテクノロジーをはるかにはるかにはるかに超えたものだと私は判断しています。 まあ、それはそれとしてですね、ともかくも、そうしたそのものに対する異形の念について、もう持つことに対してですね、異形の念を持つことすらをですね、投げ捨ててしまっているということなんですね。そして、あろうことがですね、チリだ、誇りだ、ゴミだ、虫だ、なんてことでね、片付けて私を叩いている人もいます。それはいますよ。おバカさんです。それからさらに言えばですね、プラズマであるとかね、基礎の知識を持ってきてですね、いわゆるそれは、えー、素粒子に作られた物体であるとか、まあ、いろんなことを言う人もいます。もちろんその向こうに反対側ですね、異様に 進化したと言いますか、異様に入り込んでしまったスピリチュアル論というのもあるわけです。いわゆるオーブであるとかね、心霊現象であるとかね、一気にそこへ飛,びこ飛んでしまうわけですよね。しかしそれは科学ではないと思いますね。分からないものをですね、いわゆる分かる範囲の中で自分なりに納得させるためにとんでもない方向に入ってしまって、心霊現象として片付けてしまう。いわゆる魂論ということになってくるわけですけども、ね、それは私は科学ではないと思います。しかし、まあ、まあ、私たちはですね、科学というものをですね、先ほど 否定決して否定してはしませんけれども、要するにつまり今はですね、神を科学するということになってくるわけですけれども、神の科学ということになをの世界に入ってきているわけです。それは同時に、まあ 同人ですよ。まあ、例えばダヴィンチ・ミケランジョの作品を見ればわかるようにですね、ダヴィンチ・ミケランジョを通してですね、神は人間に、つまりはその神を科学する手がかりを残してくれたわけですよね。それが私が言う、私が今解いている動画の骨子にもなっています。そしてそういうものを見るとですね、つまり今から500年前にですね、ですで、ね、に神はですね、そうした手がかりというものを人間界に残すことによってですね、いつの日か君たちはこうした事実を知るだろう。そしてその時君たちは、 君たち人間がどこから来て何で,ありあ何であり、そして誰であるかを知るだろうというような、まあ、そ,のヒンその謎を解く、まあ、人間にとっては最大の謎を解く、ヒントというものを残してくれたわけです。それを今私私たちは、まあ、私が、 マッティもの中のその中の一人なんですけども、今、神を科学するということをやり始めているわけです。ですから、科学ということは決して間違っているわけじゃないんですけども、まあ、一挙にね、心霊の方に走る人もいるということです。で、話を戻しますとね、そうしたことを私たちは今ここで知ることができるようになったということはですね、つまり、神を科学することによってですね、つまりは UFO を操縦している人も、エイリアンも e t も、実は神、神イコール e t エイリアン、外惑星からやってきた いわゆる外来種の神々であったということを知り始めているわけです。それは決して神の否定を目指すものではないということですね。つまり、まあ、神の否定どころかですね、その向こうにさらに見る、いわゆる神々のですね、さらに進歩した、つまり先ほど言いましたように、人間が今歩んでいる道はですね、数万年、数十万年前、あるいは1億円、数億年前に、すでにそうした神々がですね、経験した道であるということです。そして同時に、これから人間がですね、数万年、数十万年、数年、数億年、 数十億年かけて道進む道をですね、現在の今の神がですね、すでにそれを知り尽くしているということですね。となると、私たちがなすべきことはですね、ここで謙虚になるということですね。その謙虚になって教えを請う。そして、異形の念を持って、異風の念を持って、尊敬の念を持って、頭を下げるということですね。それこそベートーベンが大工の中で歌い込んでいるようにですね、私たち人間は今こそ神の前にひれ伏すべき時に来ているのではないでしょうか。大工の中にそう歌っているんですよ。 てってね。そして、私たちは今こそ、神の目の、神の家の前に立っている。まあ、その、大工の方では、私は、キャラブというのは、いわゆる、エア、エンキ、プロメテスを指していると考えていますけれども、ともかくも、エア、エンキ、プロメテスを通してでもいいですから、私たちは神の門の、家の門の前でね、ひでふすきに来ているのではないでしょうかということになるわけです。 そして話を戻しますけれども、何故に今私たちはひれ伏さなければならないかということが、この今日のビルダーリーのいわゆる、まあ、私の結論ということになりますけれども、今この混沌とした社会、世相、もうこのままいったら大変なことになりますね。隣隣のの国国ももですね隣の隣の国はもう 核核兵器使うぞぞやるぞロケットを打ち上げてますよねそれにこうして今朝のニュースを見るとですね、隣の直近の隣の渓谷まで我々も核兵器を持つんだ。それに対してアメリカの、ね、政府がですね、まあ、その国に核兵器を持つことを容認す,容認するんだってことまで、まあ、 噂的にちらほらと匂わわせているわけですつまり核戦争というのはもう時間の問題になってきているわけですよね。このままいけばですよ。そういう中にあって日本、日本だけがですね、無事であるということもこれまた考えられないわけですよね。まあ、極めて危険。まあ、日本の場合はもう、まあ、いわゆる、まあ、水爆級の爆弾がですね、一発、東京のジェルはもうおしまいですね。はい。全くおしまいです。それが三発したらもう日本はないですね。というようなところまで来ているわけです。まあ、そういうところの中、そういう中においてですね、私たち今何を考えるか。 というとですね、この日本がですね、かろうじてその戦後、まあ、私たちはですね、世界に立たざる平和国家、そして世界に信頼される、最も信頼される国家として、今、まあ、成り立ってと、君臨はしていませんけどもね、成り立っているわけです。そういう日本という立場を通してですね、日本人が今率先してですね、私たち、日本人がですね、世界に向けて発信すべき情報はですね、つまりは私たちが今ここでですね、踏ん張って、そして絶対的な親善美、永遠の親善美を求めてですね、そして 永遠のさら遥か彼方にそれは今すぐには届かない星かもしれません。それこそ数千年、数万年かかる遠い遠い。 先にある星なのかもしれませんけれども、その星を目指してですね、私たちが目指すべき方向として、運命として、そうした哲学理念、あるいは目標をですね、掲げるということで、ね、哲学の完成、あるいは理念の完成、あるいは思想の完成をですね、目標として目指すべきではないかと考えるわけです。そういう意味においてですね、私たちは今ここでですね、踏ん張って、真善美、絶対的な真善美、永遠の知的な真善美は何かということをですね、考えていくということですね。そのためにも、今ね、まね、あ、 私自身が大変、まあ、微力でどうしようもなくてですね、世界的に足、ま、を、あ、発泡から、まあ、虫、虫、虫、霊視霊視霊視冷淡、冷淡、冷淡というような状況下に私はありますけれども、皆さんがですね、私のこのビデオであれば聞いてくださった方がですね、一歩でもいい、二歩でもいい、一歩は二歩は無理にしてますね、一ミリでも二ミリでもいいですから、まあ、親善美をですね、まあ見て、見ていながらですね、前に進んでいくということが今こそ求められているんじゃないかと思います。 まあ、しかし、一方、残念なことにですね、この日本ではですね、通俗主義、俗物主義がですね、まあそういうその世界がですね、もう成り立ってますからね、特にマスコミの世界はもう目も当たれませんね。まあ、低俗文化、低劣文化、下劣文化、下品文化がですね、ィ手を振って,てですね、その中からですね、日本を代表する文化人が生まれたり、ね、政治家が生まれたりしてますけれども、そういうことではあってはいけないということなんです。私たちが今なすべきことはですね、自分自身の中に潜む、まだまだ残ってますから、最後の最後の残り火が残ってますから、 2000年の歴史を経て、私たちは積み重ねてきた、その神への敬の念というものは残っていますから、そうしたものをですね、もう一度見返してですね、見直してですね、そしてそれを探し出してですね、それを拾い上げて、表に出,出すべき時に来てるんじゃないかというふうに考えています。このままいけばですね、初詣もなくなるでしょう。ね、それから、まあ、鴨居について言うならばですね、春の被害も、秋の被害ももうなくなるでしょう。時間の問題ですそして神社も消えるでしょう。ね、寺も消えるでしょう。そのついでに日本国旗も もう消えるでしょうそういう状況の中にあってですね、私が今なすべきことは、日本人、それは決して日本の国家主義国粋主義的な、あるいはナショナリズム的なものの考え方ではなくてですね、日本自身が魂と思っている神への畏敬の念というものをですね、神を一方で科学しながら、そしてそれをですね、今こそ拾い出すべき的に来ているのではないかと私は考えています。そして私たちが向かうべきところはですね、チャンネルをひらひろひら広めてですね、チャラチャラチャラだとした、あのどこか,かわけのわからない外国製のですね、なんとかポップス ソングのような愛だとか声だとか分かってんの分からんようないの歌を歌うことではなくて、まさに私たちが目指すべきことはですね、歴史をひっくり返して、そして今までの人間がですね、求めてきた、つまり、経能ね、絶対的な真善美というものをですね、拾い出して、そしてそれに向かって、その中に価値を認め、見いして、その中から自分たちを拾い出していくことではないでしょうか。それこそ私に、それこそがですね、決して今の人間だけではできてくありませんからね、そういう意味においてもですね、遠い過去の古代の昔から歴史を紐解いて、そして 神というものが現実に人間の指導者に指導をしてきたんだということを知ってです、ね、そしてこの2000年間を見てもですね、イエス・キリストにしてもですよ、ブッダにしてもですね、まあまあ、イスラム教というのは、まあね、日本には入り込んできませんでしたけれども、まあ、そのイスラム教徒の方もいらっしゃいますよ、いらっしゃいますけれども、根、まあねね、としては入り込んできていないわけですけれども、そういうものの根をですね、もう一度ここで見直してですね、私の歴史の中にしっかりと入り込んでますからね、それは私決して大げさなこと言ってるわけじゃないんですよ。まあもっともっとも 今、ね、全然そういう世界とは関係ない、皆さんには理解し難いことかもしれませんけれども、私が調べれば調べるほどそうなんですから、ないですね。 いわゆる教えというものがですね、しっかりと入り込んでますね。そんじょそこらのですね、信仰宗教団体の方がね、いろんなことやってますけども、そんなものは根は張りませんから、あと10年もればすれば消えてしまいますよ。5年する5年先もたらないかもしれませんよ。そういうものに目をくれるんじゃなくて、私たちの2000年間という歴史の中にしっかりと根を張っている、ブッダの教え、あるいはイエス・キリストの教え、 などをですね、紐解いて、そして、その向こう、さらにその太古の昔から、いわゆる過去、まあ、2000, 2000年、3000年の昔からですねは、延々と続いてきている人間の歴史というものを見ながらですね、その向こうに、つまりは神の存在というものを皆さんにも分かっていただいてですね、知っていただいてですね、そして目指すべきことはですね、私たちは人間の在り方というものをですね、どう制御していくかということなんですよね。決して宗教的、信仰的に、信じよう、信じないとかね、まあそういうことを言っているわけじゃないんですよ。 私たちは今、やっと目覚めたわけですから、神を科学するという、つまりは,つまりはまあ対等になることはこれは無理ですから、平等ですけれども、しかし、神の家の門の前に立,って立ち始めているわけです。そして、いわゆるまあその知ってか知らずか、あるいはそう,そういう意味で、ビートルズがその歌を作ったかどうかということは知りませんけれども、いわゆる The long and winding road. 歌ですね。今私のは、私はあなたの家に前に立っているんだ。どうか私を導いてくれ。Lead me to your door. あの歌ですね。まああの歌をですね、私流に解釈すればですね。 長くて曲がりくねった。まあ、どうしようもない道を人間は歩いてきたんだけれども、しかし、今私はあなたの家の前に立ってるんだ。だから私をどうかあなたの家の前に導いてほしい。lead me to your door, the long and winding road. というような歌も、まあ、生まれた可能性もあるということになるわけです。つまり、まさしく私たち人間はですね、 ぐにゃ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 と、どうしようもない、あっちでぶち当たり、こっちでぶち当たり、袋小路に当たってですね、生きてきたけれども、今や神の家の前に導いて、やってきたんだと、だからあなたのドアにはどうか私を導いてくれという切ない切ない思いっていものをですね、私はあの蓋の中に考え、感じています。ということでですね、話を戻して、今日のビデオ代理を終わりたいと思いますけれども、今私たち人間が目指すべき、 先はですね、遠い遠い先にある、いわゆる絶対的、永遠的な神前美だということです。みんながそれを目指すわけですよね。それは私の、まあ、理想かもしれません。想像かもしれません。空想かもしれません。どうしようもない話かもしれません。しかし、私も夢見る人なんです。皆さんも夢見る人なんですよ。はい。だから、あのビートルズの歌を歌ったじゃないですか。Imagine all. The people living together. わかりますかまさに、まさに、私の言っていることとですね、どこかで直接的にまだ結びつけいることは、これは失礼だかと思いますけども、ビートルズナンバーとつながっていくということです。言い換えると、あのビートルズもですね、ひょっとしたらひょっとして、神の啓示を受けて、そして、 神の指導者の一人として私たち人間に接した芸術だったかもしれないということも考えられるということになりますそれはお化け的な話し,しかし今や私たちが何をなすべきか特にこの日本人日本がですね世界でも平和もちろん穏やかで優しくてわる情に溢れたこの愛に満ち溢れた国ですもう世界中歩いてみると分かりますよ ないですよ、こんな素晴らしい国は。そういう国をですね、さらに前向きに発展させていく、そのためにはですね、遠代で遠くに星を見つけてその、それに向かって私たちがですね、何がこれから10年先、20年先、50年先に残すべき神前美なのか、1000年先、1万年先に残すべき神前美なのか、まあ、それができなければ、今日一日をですね、どう明日に残していくのか。 そしてこの一週間を来週に残していくのか、その程度だったら私にもできますからね。トランネス人に優しくする、親切にする、そういうところから始めればいいわけですから。あるいは、チャガチャガチャラチャラした音楽を聴くのではなくて、過去の偉人たち、賢人たちね、偉大な芸術家たちが残した音楽に耳を傾けて、その中に、まじわる永遠につながる美を、神善美を発見していくってことではないでしょうか。 というような指導をですね、指導と言いますか、先を見ながらですね、私たちは前に進んでいくということですね、それをなくして、私たちの、まあ、未来はないということになっていくわけです。ということで、まあ、今日はですね、まあ、ちょっと、まあ、踏み込んだ話をしましたけれども、皆さんに私の気持ちがですね、おまあ、伝われば嬉しいです。はい。ということでですね、今日のビデオでありますけれども、遠い遠い向こうにですね、星を置き、 そこを道として、そしてその星を光として前に進めば人類には未来は開けてくるということになるということになります。と私は判断しています。まさに The Long and Winding Road だったですね。しかし今や人間は声高らかに歌うことができるのです。 Lead me to your door では今日のビデオで終わります Bye for now